はい、皆さんこんにちは、フラワー哲司です。先日フラワー TV のオフ会も皆さんのおかげで無事に終えることができました。ありがとうございます。今までこう画面の、ね、向こうで見てくださってた方とこう実際にお会いすることができて、とてもね嬉しく思っております。で今度ですね、11月18日からもうすぐです、11月18日から20日まで、横浜山下公園の中にある日本郵船氷川丸っていうね、かつての豪華客船を一石をフラワーデザインの作品で彩ります。今回は結構こう大きい作品なんかも多くなってくるんで、とても見応えがあるんではないかと思います。かつって3回やってるんですね、もうですね。3回行ってるんですけれども、去年は第一戦といってこうリースをね、船の中に全部飾る企画だったんですけれども、今年はこうフラワーデザインのこうお花の作品をね、飾っていく企画となっています。今回のテーマはクリスマスからこうニューイヤー、新年にかけてのこうお花のイメージで船内を飾らさせていただきます。とても見応えのあるフラワーデザイン展となりますので、ぜひね、多くの方に見に来ていただけたらと思います。ではですね、今度は日本郵船氷川丸で皆さんをお待ちしております。でフラワー TV のオフ会はまた来年の春行いたいと思っております。ではですね、18日から20日まで日本郵船氷川丸でお待ちしております。ぜひ多くの方のご来船をお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた。